早速ですが、右下のページからの、まず個人情報、あるいは個人情報保護法って何なのかということで、ちょっと総論的なお話をしたいと思います。でめくっていただきまして、左上の5ページからが、まず法律ですね、総論ということです。そもそも個人情報保護法って何なのかというお話でございます。で右上に書いてあります通り、今回ですね、改正されましたのは、個人情報保護法とマイナンバー法が両方改正されておりまして、右上のページ、2行目に書いてありますが、2017年の9月までの間で、政令で定める期間で、時期に施行されるということになっておりますが、すでに後でお話しします、個人情報保護委員会という委員会は、今年の1月1日から、設置されていると。いう形で今後ですね施行されることが予定されているのが個人情報保護法でございます。で今回の改正法のですねポイントなんですが、左下の7ページに書いてあります、大きく6つございます。ただちょっとここですね今から中身のお話をしていきますので、まとめのページということで中身は割愛したいと思いますが、1つ目ですね、個人情報って何なのかという定義が明確になりましたと。で2つ目が匿名加工情報なんかのお話で、これをビジネスに、きちんと使うということについてルールを決めましょうというお話ですね。で3番目で個人情報がですね転々と流通していると、名簿屋さんでよく企業 の職員名簿とか売ってるというふうに言われてますが、こういうものに対する規制をきちんと強化しましょう。これが3番目でございます。で4番目が個人情報保護委員会を作りますということと、それから5番ですね、個人情報というのが、海外との間でやり取りされることがよくございますので、それについての対応でございます。で最後6番が割と重要で、その他の改正事項と書いてありますが、小規模な会社さんですね、今まで個人情報保護法の適用がないケースが結構ございましたけれども、この除外がですねなくなりますので、来年ですね個人情報保護法が施行されますと、全ての事業者が個人情報保護法を守らなければいけないということになります。そのことが書いてありますのが右下の8ページでして、適用除外の廃止と書いてございます。ちょっと条文の方は読み飛ばしていただいて、要するに一番下に書いてありますオレンジの吹き出しの中でして、現行の個人情報保護法では取り扱っている個人情報の数が5000件以下の会社のことを小規模な事業者ということで、個人情報取扱い事業者に渡らないと、要するに個人情報保護法の適用がないということになっておりました。でこれがですね、この条文が撤廃されますので、改正法が施行されますと、この取り扱っている個人情報の数は5000件以下の小規模な事業者さんも、これからは、個人情報保護法を守らなければいけないということになってきますので、今まで個人情報保護法をあまり意識されてこなかった中小企業の方も、これからは対応しなければいけないという前提で、本日のお話を聞いていただければと思います。で今お話をしました通り、このページ左上に書いてありますが、現行の個人情報保護法ではですね、業界ごとに主務大臣というのが決まっておりまして、その主務大臣が、個人情報取扱い事業者、つまり民間企業を、監督していたということになっておりました。ところがですね、その結果何が起こったのかというのは、このページの右下にちょっと小さいですが、ピンクの雲の吹き出しで書いてあるところでして、27分野について39個のガイドラインが出てきてしまっていてですね、ちょっとこれでは分かりにくいということで、左下に書いてあります通り、今回個人情報保護委員会という委員会を設置しまして、ここに権限を一元化することになったというのは、これが個人情報保護委員会でございます。ちょっとですね、最初に罰則のお話をさせていただければと思います。今検査の拒否罪ですね、検査拒否罪がありますということをお話をしましたが、このページ、左一番上に書いてあります通り、個人情報データベースの提供罪というですね、新しい、刑罰が定められております。でこれ何かというと、今からお話をしますが、個人情報データベース等というですね、要するに個人情報の塊をですね、例えば名簿業者に売却をするというようなことをですね、不正な目的なんかでやってしまいますと、刑事罰が定められたということで、今後は刑罰が課せられるということになります。実はですね、現行の個人情報保護法では、個人情報をですね、盗んでどこかに不正に提供してもですね、罰則がなかったんですね。でそれはちょっとまずいだろうということになりまして、そういう行為に罰則が新しく定められることになりましたので、ちょっと従業員教育の際なんかにこの辺は注意をして伝えていただければというふうに思っております。でここまでがですね、すみません、法律 の, 全体的なお話で、ここからが重要なお話でして、じゃあそもそもこの個人情報保護法に個人情報って何なのかということで、この辺から重要なお話に入ってまいります。
で左下のページご覧いただければと思いますが、個人情報保護法には個人情報という概念と個人情報データベース等という概念と個人データと保有個人データという概念がございます。ちょっと用語が似通っていて分かりにくいかと思うんですが、それぞれ重要な概念ですので、ちょっと右下のページですね、でお話をさせていただきたいと思います。で右下に絵が書いてありますけれども、このページの左の上の方に個人情報って赤字で書いてあるところをご覧いただければと思います。でここに河野太郎さんが昭和50年1月1日生まれで東京都なんとか区なんとかに住んでますという情報がありますが、これがですね個人情報になるとあります。でこのですね個人情報を検索できる形で体系的に保存したもののことを個人情報データベース等というふうに言います。でこの個人情報データベース等を構成している一つ一つの情報のことを個人データっていうということでして、個人情報と個人データって違うものでございます。ちょっとこれ分かりにくいと思うので、ちょっと細かいお話は除いて分かりやすいお話をすると、例えばですね営業に行って名刺を1枚もらってきましたっていうと、これ個人情報でございます。でこの名刺をもらってきたところでは個人情報なんですが、会社に、それに戻って例えばあいうえお順の名刺フォルダーに入れましたとか、なんかエクセルで表に入れましたとか、あるいはデータベースに登録しましたということになると、これ検索できるようになりますので個人情報データベース等に該当します。でこの個人情報データベースの中に入っている一つ一つの情報のことを、これを個人データっていうということでして、この単体で存在している名刺1枚の個人情報っていうのと、データベースの中に入っている個人データって違うものなんだということで、ちょっとご理解いただければということでございます。で何が違うのかっていうことでちょっと先に進みたいと思いますが、この下のページの左上のページご覧いただければと思います。でですね、この個人情報と個人データ何が違うかというと、このページの真ん中の2列をご覧いただければと思うんですけれども、よくご覧いただきますと真ん中にですね安全管理措置と第三者提供の制限という項目がありまして、ここがですね個人データについてだけ丸がついているかと思います。ですから今から中身をお話ししますが、会社内で、その情報が漏洩しないように管理する義務があるものとか、あるいは第三者に提供するときに本人の同意が必要になるのは個人データですので、ちょっと細かいお話なんですけども、個人情報と個人データというのは規制の対象として違ってくるんだということは、ちょっとご理解いただければということでございます。すみません、それからもう一つありまして、戻っていただいて上のページの右下のページで、この絵のですね右下のところに保有個人データという概念もあるかと思います。でこれがですね今からお話しする最後のところで、これ何かと申しますと、開示や利用停止等の対象となる個人データのことを保有個人データというふうに言います。つまり本人から、あなたの会社はどういう個人情報を持ってますかっていうふうに開示の請求を受けたときに開示をすることができる情報のことを、これを保有個人データというふうに言います。多分ですね、これはどういう場面がこれに当たらないかって話をした方が分かりやすいと思うんですけども、例えばですね、IT ベンダーさんなんかが、お客さんから個人情報ですね、個人データを預かって保管しているときに、その本人からあなたの会社どんな情報を持ってますかっていうふうに開示請求をされても開示できないと思うんですね。開示しちゃいけないという契約になってますから開示できないと。でそれは本人はその預けている元の会社さんに請求してもらわなければ困りますので、 IT ベンダーさんとしては開示できないと。これが典型的な保有個人データに当たらない場合でございます。ですから自分の会社が権限を持って保管をしていて、本人から開示しろって言われたら開示しても良い、情報のことを、これを保有個人データというふうに呼ぶんだというふうにご理解いただければと思います。でここまでがちょっと概念の整理でして、下のページの右上のページですね、個人情報ってそもそも何なのかという定義のお話、もう少し詳しくしたいと思います。でこれとても重要なお話で、個人情報の、社内の管理体制とかをこれから作らなければいけないということになるかと思うんですけれども、それをやるときに最初にやらなければいけないのは、そもそも個人情報って何で、社内にどんな個人情報を誰が持っているのかということの洗い出しだと思うんですね。でその時に個人情報って何かってことが分からないと何も始まりませんので、ここの個人情報って何かってことは極めて重要でございます。
でですね、個人情報の定義なんですが、このページに書いてある上の青い四角の中をご覧いただければと思います。でこれは現行法の定義なんですけれども、現行法の定義で個人情報というのはちょっと黒いところも含めて読み上げますと、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを言うと。で括弧書きがありまして、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるできることとなるものを含むという括弧書きがついています。つまり要するに赤字の部分でして、個人情報って何かというと、特定の個人を識別することができる情報のことを個人情報というふうに言います。ですからよく個人情報って氏名とか生年月日とか住所のことを言うと思っていらっしゃる方いらっしゃる方結構いらっしゃいますが、そうではなくて、氏名とか生年月日は単なる例示でして、およそこの世の中に存在している特定の個人を識別することができる情報は全部個人情報でございます。例えば部署 A の方に顧客リストがあって、顧客のコードと氏名と生年月日があります。で部署 B の方ではその顧客の氏名は持っていないんだけれども、顧客の取引履歴みたいなのがあるとします。でこの時に部署 B が持っている情報が個人情報なんですかっていう話でして、この部署 B が持っている情報だけでは、普通は特定の個人識別できませんから個人情報に当たらないようにも思えるんですが、これがですね、顧客コードを使って例えばデータベースで簡単に照合できるようになっていると、これはですね、全体として、すみません、部署 B にあるもの自体が、個人情報ということになってきます。ですからこういうふうに他の情報と容易に照合することができるものも、これも容易に照合できて特定の個人を識別することができるものも、これも個人情報ということになってきますので、データベースなんかで紐づいている場合ですね、個人情報になりますから注意をしていただければということでございます。でここまでが個人情報の定義でして、めくっていただきまして左上のページでもう一つ個人情報データベース等についてちょっと改正点がございますので細かいお話をさせていただければと思います。で何かと申しますと、この左上のページの上から3行目の赤字のところでして、個人情報データベース等って要するに検索できる情報の塊ってさっき申し上げましたが、赤字に書いてあるですね、除外があります。で何て書いてあるかというと、利用方法から見て個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして政令で定めるものを除くというですね、文言が今回追加されております。でこの政令見てみますと、その資格の中なんですけども、この横1横2横3の全てを満たす場合には、これはですね、個人情報データベース等に当たりません。で横1資格の中の横1ですね、見ていただきますと31号ですね、不特定かつ多数のものに販売されることを目的として発行されたものであって、かつその発行が、法令とかに違反してないこと。で横2で不特定かつ多数のものにより随時に購入することができまたはできたものであることと。で横3で、生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであることということでして、多分その下 の例を見ていただいた方が分かりやすいと思うんですけど、典型的には電話帳ですね、これはですね、市販されている電話帳はこれはですね、個人情報データベース等には当たらないです。横1見ていただきますと、電話帳というのは不特定かつ多数のものに販売されることを目的としておりますし、横2で、それ随時に購入することができますし、横3でそのままですね、使っているということになりますので、これは個人情報データベース等には当たらないです。ですからこれ何を申し上げたいかというと、例えばですね、電話帳に載っている情報も個人情報なんですけど、じゃあ電話帳を紛失しないように安全管理措置をきちんと講じなきゃいけないのかというと、そうしていただいていただくに越したことはありませんが、法的にはその義務はないんですね。さっき申し上げた通り、安全管理措置と第三者提供の同意の義務というのは、個人データですね、個人情報データベース等を構成している個人データにしかかかりませんので、市販されている電話帳をそのまま使っているのであれば、これは安全管理措置の対象にはなりませんし、あるいは第三者に提供するときに本人の同意はいらないんですね。電話帳をですね、誰かに渡すときに、電話帳に載っている全員の本人の同意をもらうわけにはいきませんので、これはですね、個人情報データベースと構成しないというそういう例外が定められていますというのがこのページに書いてあることでございます。このですね、個人情報の定義のあたりで2つ改正点がございますので、大きな改正点が2つございますので、その2つのお話を今からしたいと思います。
で1つ目が22ページから書いてあります、個人識別符号という新しいものが個人情報の定義に入りましたということでして、でこれ何で入ったのかというお話を左下のページからしたいと思います。で左下のページに現行法の定義と書いてあって、これも今詳しくお話をしていた通りでして、現行法上は特定の個人を識別することができる情報が、これが個人情報ですというふうに定義されています。ところがですね、これが情報技術の発達なんかに伴いまして、境界線がすごく曖昧になってきているところが出てきています。例えばですね、この、ページの下の方に水色の横長の丸が3つ書いてありますが、まず1つ目ご覧いただきますと、指紋認識とか顔認識のデータってどうなんでしょうかと。例えばですね、監視カメラがデータベースに紐づいていて、顔認識で個人を認証している場面っていうのは世の中で結構あります。例えばですね、顔認識ってどうやってるかというと、いろんな顔の情報を見るんですが、非常に分かりやすく言うと、例えばですね、目と目と鼻の感覚を見てるんですね。ですと目と目と鼻の感覚というのは整形してもなかなか変更できないので、それが顔認識に使えるということでして、この目と目と鼻の感覚というたった数字3つの組み合わせであっても、それをコンピューターにかけると、あ、これは影島博之だって分かっちゃいますので、たった3つの数字の組み合わせであっても、それが顔認識のデータであれば特定の個人を識別できる情報なので個人情報じゃないかって話が当然出てきます。あるいは2つ目の丸のところで、パスポートの番号とか端末 ID ですね。例えば我々携帯電話持ってますが、中に全部端末に ID 番号入ってます。でこれですね、携帯電話会社に行くと何番の端末は影島博之だって分かりますので、端末の ID そのものも個人情報じゃないかって話になってきます。ところがですね、当たり前なんですけど、携帯電話って法人の契約もありますので、端末の ID が全部個人情報かっていうと個人情報じゃないケースもありますので、この辺をどういうふうに整理したらいいのかってことが問題になってきます。あるいは同じ個人情報であっても、3つ目に書いてあります通り、人種とか心情とか社会的身分、病歴とかですね、こういう機微な情報について一緒くたに取り扱っちゃっていいのかということが問題になりまして、この辺を整理しましょうっていうのは今回の改正でございます。でどういうふうに改正されたのかというのが、右下のページに書いてあるところで、上、矢印の上に書いてあるのが現行法で、矢印の下が改正法でございます。で改正法をご覧いただきますと、ざっといろんなこと書いてありますが、ちょっと赤字のところをご覧いただきますと、改正法の2条の1号ですね、横1と書いてあるところ、ちょっとご覧いただきますと、2条の横1ですね、赤字のところだけ見ていただきますと、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもので、過去書きで容易照合性の要件も書いてあります。つまり何が申し上げたいかというと、この1号ってちょっとずらずらっと書いてありますが、これは今までの個人情報の定義がほぼそのまま入っているということで、ここは改正が基本的になかったとご理解いただいて大丈夫でございます。で従って今回の改正は、下から2行目の横にって書いてあるところでして、2号のところで個人識別符号が含まれるものっていうのが、今回個人情報の定義の中に新しく入ってきたというふうにご理解いただければと思います。じゃあ今回この新しく入ってきた個人識別符号って何なのかということを書いてありますのが、その下の方の紙の左上のページですね、個人識別符号とはと書いてあるところでございます。ちょっとここにですね、2条2号の1号2号ってずらっと書いてありますが、ちょっと条文お話ししていると時間が足りなくなってしまうので、結論ということで、このページの下の緑色の四角2つご覧いただければと思います。まず左下の四角ですね、これ 1号の個人識別符号って言いますけれども、左下が何と書いてあるかと言いますと、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号、これがですね、個人識別符号の1つ目でございます。典型的には顔認識のデータでして、顔認識のデータは目と目と鼻の感覚という、特定の個人の身体の一部の特徴をコンピューター用に変換したものですので、これは個人識別符号に典型的に含まれることになります。それから右下に書いてあるのがもう一個の個人識別符号でして、対象者ごとに異なるものとなるように、駅務の利用、サービスの利用とか商品の購入または書類に付されている符号のことを、これをですね、個人識別符号というふうに呼びまして、典型的にはパスポートの番号とかですね、免許証番号というのが、これが2つ目の個人識別符号に入ります。個人識別符号ですね、携帯電話番号って個人識別符号ですかっていうことなんですが、これは当たらないということになっておりますので、ちょっとそこは前提として考えていただければと思います。
でここまでもですね、よく本に書いてあるんですけど、実務的に重要なのはさらにその先でして、じゃあこれメールアドレスがですね、あるいはSNS の ID って皆さんお持ちかと思いますが、これがですね、個人情報に当たらないかっていうとですね、やっぱり当たるケースは出てきます。例えばですね、メールアドレスが分かりやすいのでメールアドレスでお話をしますと、右下のページちょっとご覧いただければと思います。右下のページの四角が2つございますが、2つ目の四角、例というところでメールアドレスと書いてあります。でですね、今お話をしました通り、個人識別符号の中にメールアドレスは入ってきませんでした。これどうしてかっていうと、メールアドレスそのものでは特定の個人を識別できないケースってありますよね。例えば ABC でアットマークなんとかって書いてあると全然誰かわからないんですけども、中にはですね、ここにガイドライン案のところにチェックマークで小さな字で書いてありますが、個人一郎アットマークエグザンプル .com ってなってると、これですね、個人一郎さんのメールアドレスだって分かってしまいますので、こういうふうに特定の個人を識別できればやっぱり個人情報でございます。つまりこの個人識別符号の中にメールアドレスが入りませんでしたっていうふうに言われるとですね、じゃあメールアドレスは個人情報じゃないから守んなくていいのかって思われるかもしれませんが、それは誤解でして、メールアドレスが全て個人情報に当たるわけではないっていうことになっただけでして、一つ一つのメールアドレスを見てみて、それだけ見て亀島博康アットマーク牛島法律事務所って書いてあったら、それでも亀島博康って分かっちゃいますので、これは個人情報でございます。あるいはこのページの一つ目の四角に書いてある通り、携帯電話番号も同じでして、携帯電話番号ってさっき申し上げた通り、法人の契約もありますので、携帯電話番号を全部個人情報だっていうふうに言うわけにいかなかったので入ってませんが、普通世の中で携帯電話番号って氏名と携帯電話番号必ずセットで保存されていると思いますから、これは全体としては個人情報ですので、ちょっとそれは気をつけていただければと。今回非常に細かいお話で、単体で携帯電話番号が全部個人情報ってわけではありませんってなっただけですので、実務的には情報全体として特定の個人を識別できれば全部個人情報ですから、ちょっとそこは誤解がないようにしていただければというふうに思っております。でもう一つの改正点がめくっていただいた左上のページでして、今回ですね、要配慮個人情報という新しい概念が生まれています。でこれ今まで全くなかった概念で、全く新しい概念でして、何かというのが右上のページに書いてございます。でこれはですね、条文見ていただいた方が分かりやすいと思うので、改正法と書いてある条文のところをご覧いただければと思います。でこの法律において要配慮個人情報というのは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益を生じないように、その取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を言うということですので、要するに本人の人種とか信条とか社会的身分とか病歴ですね、それから犯罪の経歴とか犯罪の被害者になった事実とか、その他ですね、政令で定める記述が入っているものを、これを要配慮個人情報ということになりました。で今、要配慮個人情報をまとめという、お話をしてきました。この1ページにまとめて書かせていただいておりまして、実務的に注意をしていただきたいのは、典型的には従業員の雇用管理情報でして、病歴とか健康診断の結果とかですね、含まれていたら、これは要配慮個人情報になりますので、本人の同意が必要でございます。それから従業員がどの宗教を信教しているのかとかですね、あるいはデモ活動をしてますと、例えば安保反対運動の、デモに参加しましたって、これは信条になりますので、こういう情報を取得するということについては要配慮個人情報に当たる可能性が出てきますので、注意をしていただければと思います。で実務的には2つ目の資格で取り扱いについて重要な点で、ちょっと一つだけお話をしていなくて後で戻ってきたのは、この本人が公開している情報っていうところでして、その下のチェックマークのところに書いてありますが、例えばですね、採用活動をしているときに学生さんのですね、SNS とかをチェックすることよくあると思うんです。ブログをチェックするとかですね。でそうするとそこを見に行ってみると、例えば安保反対 のデモ活動に参加してきましたということになると、それ信条の情報になっちゃいますので、本人の同意なくそれを取得したら違法なのかって話になっちゃうんですね。ところがここには例外がありまして、恐縮ですが戻っていただいて、上のページの右下のページ条文のところをご覧いただければと思います。でこの条文の17条2項のところに 1,2,3,4,5,6 と 6つ並んでおりますが、今お話をしているのは5ですね、漢数字の5のところでして、赤字で書いてありますが、本人により公開されている場合には要配慮個人情報は同意なく取得できるということになっているんです。
ですから例えば SNS に自分でですね、アップロードして、こんな風にデモに参加してきましたとかっていう、あるいは、宗教の行事に参加してきましたっていうのは、これは本人が公開している情報ですので、同意なく取得できますというのが、実務的には重要かなというふうに思いまして、戻って、下のページの右上ですね、書いてありますが、本人が公開している情報については同意はいりませんということですね。それから、このページの下から3行目、目視とか撮影により外形上明らかな個人業界や個人情報を取得する場合にも同意はいらないということと、委託とか事業承継、共同利用の場合にはいりませんというあたりが非常に重要なポイントかなというふうに思っております。